おはようございます。香織です。今日のテーマは3つくらいあってメモ書きしてますと、ね、脳を、ね、使わないとかね、依存するなとかね、すべては愛で、この3つのテーマはね、私にとって、結構コアなテーマなので、まあ、いずれ全部についてお話ししたいと思うのですが、今日はね、何についてお話ししようか、さっきまで迷っていたのですが、この依存するなね、はい、これを考えている時期がちょっと長いのでね、はい、この依存するなについて で私は自分に禁止していること、はい、依存することをね、まあ、禁止しています、まあ、って言っても依存して生きていると思います。こういろいろな面でね、だって洋服を一つ買うにしても、こう自分では作れない洋服がこう、パッとお店にあってお金を出せば買えるとか、まあ、それも一種の依存ではあると思うのですが、私がねここで言う依存っていうのはね、思考のことですね、はい、誰かの思考をとか思想とかの主張に依存しないで、それを排除するという意味ではなくて、しっかり話を聞きます。まずね、で私は何をね自分に禁止しているのかといったら、一人の人の主張にだけ耳を貸さないっていうかね、これなんて説明しようかな、はい、危ういところがあるわけです、私にねその危うさを、なんとね説明するか考えていて、まあでも世の中ってこういっぱいこのインフルエンサーとかそのコメンテーターとか、言論者とかいますよね。その人に耳を傾けたくなるようなお話をしている人ね、はい、じゃあ私が例えば A さんというね、コメンテーターと言いましょうかね、その人の話が、あ、この人は信用できるなとかね、この人から学びたいなとか、この人の情報を自分の基礎にして自分の考えを組み立てていこうとか、まあ、そのくらい信用している人であるとします。で、まあ、それは悪くはないですよね。でそれぞれいると思います。そういう存在ってね、自分にとって、この人は信頼できるとか、まあ、近所とか友達にもいますよね、うん、この人だけは裏切らないとか、ずっと仲良くしていたいとか、でそこまではいいのですが、まあ、その人に対してもちょっとした疑問がこう点滅し始める時っていうのがね、あるんですよね、というかあったんですよね。でその疑問の点滅は見たくないわけです、はい。その人を信用していたいわけです。だけどもこうなんかこう灯ってしまうこの疑問の点滅を、まあ、見ないようにっていうか払いのけないようにした結果、今までどうなったかというと、まあ、人間関係でいうとね、結構悲惨な末路になっていったっていうかね、後味の悪い終わり方をしたなとかね、なのでじゃあどうすればいいのかっていうと、その自分のほのかな疑問をそっちをやっぱりね中心に添えていかないと、なんだろうな、それをね中心に添えることを、だから自分のちょっとした思いとか疑問とか親っていう些細な思いを、そこをよく見ていくっていうのが私の課題ですね、はい、だんだん言葉になってきました。でね、それを見たくない気持ちね、ちょっとした疑問を見たくない気持ちの、そこを掘っていくとね、なんか怠慢に行き当たるんですよね、私がせっかくこう信用している A さんという存在がいるのに、あそこになんか疑問を入れてしまうと、あ、まあ、またなんかいろいろ考えなくちゃいけないし面倒くさいなみたいな、そういう怠惰心がねあるんだってことに
気づくんですよね。でもね、そこをその怠惰でいるっていうことがね、もう盲信にもつながってく。もう私はもう考えるのめんどくさいから、もういいや、じゃあ全部 A さんにお任せでみたいに依存を深めてしまうと、そのね、 A さんもずっと同じではないんですね。諸行無常なわけですよね。変わりうるんです、人間にしても、思想にしても思考にしても。でその変わりうるものに依存をし続けていて、自分の大切な思いをこう脇に、のけておくと、そこからね、いろいろなこう歪みっていうか、破綻っていうか、こう不快な出来事につながっていくのはね、何かなって考えると、やっぱりね、私の課題っていうか、それぞれ弱い面ありますよね。ここは、なんかいつも同じような失敗をするなとかね、それがまあそれぞれの課題であると思うのですが、私にとっての課題は、他の人にも共通することはあるのかもしれませんが、自分のちょっとした疑問にしっかり目を向けていく。で、そこからもう一度、組み立て直す、その組み立て直すっていうのは何かっていうと、自分がいろんなことに対して判断を下して、そこで行動していきますよね。例えば誰に投票するかを選ぶとき、その判断基準というのは私が持っているから、その人へ投票しようという行動につながるわけで、だから自分の行動につながるその判断基準を、貯めておくところ、それがこう教養とかね、言うのかもしれませんが、その教養とか判断になる材料をこう常にね、こう入れ替えていかないとまずいのかなっていうね。なんかちょっと妙なものが入り込んできたり、随分こういう汚れが入ってきちゃったりとか、なんか黒っぽいものが入り混じっているなというところに気づいた段階で、そこをね、見ていく。で、それを襟分けたり、別の情報と入れ替えたりしながら、常にこう自分の判断基盤っていうのかな、そういう情報ですかね、自分が信頼していつも取り揃えておくもの、それはなんか刀みたいなね、道具みたいなものかもしれません。はい。だから大切な道具を常に磨いておいて、こう錆びついてきたらそこを磨き直すみたいな、その作業はね、正直面倒くさくはあるので、多分そこを放置したいなという誘惑にね、駆られることはね、私だけではなくて多いのかもしれません。はい。でもその大切な刀を研ぐみたいな作業を怠ってしまうと、結局ね、自分に、とてもこう苦々しい経験として戻ってくるので、そこは丁寧にというかね、その作業を自分の中心に据えておく。はい。片手間にやることではなくて、自分の中心に据えると、それをやらざるを得なくなるっていうね。はい。今日はね、なかなかこう言語化しづらかったことを、なんとかねお話しできたことで、だいぶ私の、心の中の整理もついてきました。はい。最後までご視聴いただきアンカトー、またやります。ではまた、バイバーイ。